欧州連合の歴史。欧州連合の歴史では、ヨーロッパ大陸の大部分を占める条約による、統合体である欧州連合の遠隔について、解説する。欧州連合は、様々な基本条約を根拠として形成され、拡大を繰り返してきた結果、当初6であった、加盟国の数は28にまで上る。1951年には、欧州石炭鉄鋼共同体の設立条約が、 1957年には、欧州経済共同体や欧州原子力共同体の各設立条約が署名された。欧州経済共同体と欧州原子力共同体は1993年に発足した欧州連合の一となっている。1920年代では、科学産業界によるコンツェルニアカルテルの作成、40年代前半では、 ナチスドイツによるヨーロッパの統合が進められた。1939年から1945年まで続いた第二次世界大戦終戦後、ドイツが再び脅威とならないよう、ドイツの重工業が一部解体され、また石炭の主産出地であるザールラントと主ジ支ンが分離されり、ルール地方が国際管理下に置かれたりした。1946年に、 ウィンストン・チャーチルがヨーロッパ合衆国構想を唱えたことは反響を呼び、1949年には初の反ヨーロッパ機関である欧州評議会が設立された。その翌年の1950年5月9日、フランス外相ロベール・シューマンはヨーロッパの石炭と鉄鋼という戦争で用いられる兵器の製造に欠かせない二つの 素材に関する産業を統合することを目的とした、同体の設立を趣旨とする、いわゆるシューマン宣言を発した。シューマンの声明に基づいて、1951年に、フランス、イタリア、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクと西ドイツは、欧州石炭鉄鋼共同体を設立する、パリ条約に署名した。条約署名の翌年に発足した欧州石炭。 鉄鋼共同体は、ルール国際機関の機能を引き継ぎ、また、ドイツに対する工業生産の制限を緩和した。また、欧州石炭鉄鋼共同体の発足で設置された、最高機関と共同総会は、それぞれの地に、欧州委員会、欧州議会となっていく。最高機関の委員長には、ジャンモネが、共同総会の議長には、ポールイコール、アンリス・パークがそれぞれついた。 1955年の住民投票でザール保護領をヨーロッパ領とする案は否決された。この案ではザールを西欧同盟の閣僚理事会に対して責任を欧長官の監督のもとに置くこととしていた。欧州防衛共同体と欧州政治共同体の設立構想が失敗したことを受け各国の指導者はメッシーな会議でスパーク委員会の設置を決めた。 委員会がまとめたスパーク報告書は1956年5月29から30日のベネツヤ会議で承認され、会議では政府間協議を開くことを決めた。単一市場と原子力での協力に関する政府間協議は経済統合に焦点を合わせ、1957年には参加国間で欧州経済共同体と欧州。 原子力共同体の設立を謳たったローマ条約が署名された。欧州石炭鉄鋼共同体に加えて新たに2つの共同体が発足したが、これら3共同体は裁判所と共同総会を共有していた。また新しい二共同体の政策執行機関は、欧州石炭鉄鋼共同体の最高機関とは異なり委員会とされた。欧州経済共同体は、 バルター・ハルシュタインが、欧州原子力共同体は、ルイアルマン、エティエンヌ・イルシュンがそれぞれ委員長を務めた。欧州原子力共同体は、ヨーロッパの原子力エネルギー部門の統合を、欧州経済共同体は加盟国間での関税同盟の開拓を担った。1960年代はフランスが共同体の超国家的な権能を抑えようとする動きを見せたり、 イギリスの共同体への加盟を拒んできた。ところが1965年に3つの共同体の間で運営機関を統合することで合意に立ったことで統合条約がブリュッセルで署名され、1967年7月1日、欧州諸共同体と呼ばれる体制が発足した。3共同体の政策執行機関となった欧州委員会の初代委員長にはジャンレイが就任した。 幾度にもわたる協議が重ねられ、また、フランス大統領が交代したことのちの1973年1月1日、デンマーク、アイルランド、そして、イギリスはようやく、欧州諸共同体への加盟を果たした。この出来事は後に、欧州連合の主要な政策課題となる、拡大の第一歩となった。EMS 欧州通貨制度が1979年に制定され、 域内固定相場制で域外に対して変動相場制を取った。また、域内相場を、駅閉鎖2.25%以内の変動枠に、した。1979年、直接普通選挙による初めての欧州、議会議員選挙が実施された。この選挙で410人の議員が選出され、また5選によって、シモーヌベイユが、初の女性議長に就任した。 1981年1月1日には第二次拡大として申請から6年を経たギリシャが加盟する。1985年にはデンマークから自治権を得たグリーンランドが住民投票で共同体からの離脱を決定するが、1986年1月1日の第三次拡大で1977年に申請していたスペインとポルトガルが加盟した。 1984年には、イタリアの欧州議会議員の作成した欧州連合設立条約草案が欧州議会で可決させたことは大きな後押しとなった。ジャック・ドロールが欧州委員会委員長に就任すると、その直後の1986年には欧州バタが各機関で使用されることになった。この年の2月に加盟国首脳らは単一欧州議定書に署名し、 統合条約以来では初めてとなる基本条約の改定を行った。単一欧州議定書では外交政策に関する共同体の権限の拡張といった気候改革をも扱っていたが何よりも単一市場の完成を基としたものであった。単一欧州議定書は1987年7月1日に発行した。1987年に トルコが正式に共同体への加盟を申請したことで、協議が開始されが、加盟協議としては、いずれの国に対するものと比べても長いものとなっている。1989年、東ヨーロッパ諸国の政変を受けて、ベルリンの壁が崩壊する。ドイツは再統一を果たし、旧東側諸国への共同体拡大のドアが開かれた。 拡大が続く中で1992年2月7日に欧州連合条約が署名され、翌年に発効されたことで欧州連合が発足した。1993年11月1日、第3次ドロール委員会の下で欧州連合条約が発効し、欧州共同体に加えて外交、内務の3つの柱体制を持つ欧州連合が発足した。 1994年の欧州議会議員選挙では欧州社会党グループが最大会派の地位を維持した。1994年にはジャック・サンテールが欧州理事会から欧州委員会委員長の指名を受けたが、この時、サンテールの人選はイギリスがジャンイコール・リュック・デ・ファーネを次期委員長とすることを拒否したことを受けてのものであった。ため、このことがサンテールの立場を弱める結果となった。 欧州議会ではサンテールの委員長任命を過労じて承認したが委員会全体に対する人事案については416対103という大差で承認を受けた。サンテールは欧州連合条約で委員長が新たに得た欧州委員会委員の人選に関する権限を発揮し1995年1月23日に新委員会を発足させた。 1994年4月30日、オーストリア、スウェーデン、フィンランドとの加盟協議が終了した。他方で、同年の1月1日には、欧州自由貿易連合に参加する、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインとの間での協定の発行によって、欧州経済領域を発足させ、この3カ国の単一欧州市場への参入を認めた。翌年には、 宣言協定が7カ国の間で発行し、1996年末までに、ほぼ全ての加盟国にまで拡大していった。1990年代は、ユーロの登場に向けた動きがなされてきた。1994年1月1日、経済通貨同盟の第二段階として、欧州通貨機構が設立され、1999年に単一通貨として、ユーロが導入された。 これに先立って、欧州中央銀行が設立されている。2002年1月1日、ユーロの紙幣と硬貨の一般流通が開始され、これによって完全に旧通貨からの移行がなされた。1990年代は、ユーゴスラビア紛争がきっかけとなって共通外交、安全保障政策の発展が強く進められていった。欧州連合は紛争勃発当初の対応に、 失敗し、また、オランダが派遣した平和維持活動団も、第二次世界大戦後のヨーロッパで最大の虐殺となったボスニア・ヘルツェゴビナでのスレブレニツァの虐殺を回避することができなかった。ついには、北、大西洋条約機構が介入しなければならなくなり、これによって交戦国を協議のテーブルにつかせることとなった。このような外交上の経験から欧州連合では、アムステルダム条約で、 外交策の強化が図られ、共通外交、安全保障政策を担当する上級代表職が創設された。ところが、欧州連合が重ねてきた成果は1999年3月の予算案をめぐる対立で傷つけられてしまう。欧州議会は財政運営の不適切さや不正、援護主義を批判して、欧州委員会が提出した予算案を否決した。この事態から、 欧州議会が欧州委員会に対して不信任を決議する寸前ところにまで至り、三定類委員会は総辞職を余儀なくされた。その後理事会と欧州議会が欧州委員会の人事をめぐってせめぎ合う場面が頻繁に見られるようになり、ドロール後の欧州会議主義の機運が定着するようになった。三定類委員会総辞職直後の欧州議会議員選挙では、 欧州社会党グループが数十年にわたって占めてきた最大会派の座を欧州人民党系の会派に譲り新たに発足したプローディ委員会は欧州不政策局を新設した。またアムステルダム条約で新しい権限が与えられたことでロマーノ・プローディは一部からヨーロッパの初代首相と称された。この年の6月4日にはハビエル・ソラナが理事会の事務総長 そして機能が強化された共通外交、安全保障政策上級代表に指名され、コソボ紛争への介入を決めた。上級代表に就いたことでソラナは、ヨーロッパの初代外相と称された。2001年2月26日に、ニース条約が署名され、2003年2月1日に発効した。ニース条約は2004年20カ国が新規加盟するための準備でもあった。 2004年6月10日から13日にかけて加盟25カ国で国をまたがる者としては史上最大規模の選挙が実施された。これは民主的な選挙としては世界で2番目に大規模なものであった。この選挙では欧州人民党欧州民主主義グループが2度目の勝利を収めた。しかしながらその投票率は再び50%を下回り45.5%と 定名した。この年の7月22日、ジョゼ・マヌエル・バローゾが次期欧州委員会委員長として欧州議会から承認を得たが、次期委員会の人事案をめぐってバローゾは困難に直面する。欧州議会は当初の新委員会案で委員候補とされた数名の人物に対して反対を表明したため、バローゾは人事案の取り下げ、再検討を余儀なくされたのである。 このため、プローディ委員会は新委員会が欧州議会で承認される11月22日まで本来の任期を延長することとなった。2004年10月28日、欧州憲法条約が加盟国の全権代表によって署名された。ところが、この欧州憲法条約はほとんどの国で批准されたもののフランスとオランダでの国民投票で否決され、 発行に至ることがなかった。欧州理事会は欧州憲法条約を断念するが、条約に盛り込まれた改革策は、修正条約の形で残ることとなった。2007年12月13日、欧州統合に会期的な国に対する適用除外条項を設け、また欧州連合を国家とするような規定を除去した新条約が署名された。 このリスボン条約は2009年12月1日に発効した。リスボン条約によって欧州理事会議長が常任化され外務安全保障政策上級代表はその機能が大幅に拡張された。欧州理事会の初代常任議長と初代外務安全保障政策上級代表の人選をめぐる議論が重ねられその結果前者にはヘルマンファンロンパンが 後者には、キャサリン・アシュトンが指名された。2009年の欧州議会議員選挙では、イギリス保守党が欧州人民党系会派を離脱し、反連邦主義の右派政党と共に欧州会議派のグループを結成したものの、欧州人民党グループが、またもや勝利した。欧州議会の議長はこれまでと同様に、欧州人民党グループと欧州社会党系の社会、 民主進歩同盟との間で分け合うことが決まり、ポーランド出身のイエジブゼクが東ヨーロッパから初めて議長に選ばれた。この選挙結果を受けて、欧州理事会は次期欧州委員会委員長に選挙戦で欧州人民党が次期委員長候補として支持してい、バローゾを再任することを決めた。ところが、社会民主進歩同盟や欧州緑グループ、欧州自由連盟は、 バローゾ再任に反対したものの、対立候補の擁立でまとまることができなかった。欧州議会は、本来の任期を3ヶ月以上遅らせて、ようやく第二次、バローゾ委員会を承認した。2007年1月1日、ルーマニアとブルガリアの加盟で、第五次拡大が完了した。またこの年にはスロベニアが、2008年にはマルタとキプロスが、 2009年にはスロバキアがそれぞれ通貨をユーロに移行せた。ところが2008年にはユーロ圏が初めて景気交代に直面することになる。加盟国や欧州中央銀行は経済成長を回復させようと行動し、またユーロは特にアイスランドのような非ユーロ圏国ら避難先と認識されるようになった。しかしそのユーロもギリシャなど一部の国のデフォルトリスクが高まったことで、 ユーロ圏各国の首脳らは資金を集められない国に対する支援策をまとめることで合意した。この出来事はユーロ圏の国に対する財政運営支援を排除している基本条約の方針の大転換である。ギリシャは財政再建中であり、他の国もリスクが高まっているが、支援策はユーロ圏経済全体に影響を与えるものである。 支援策のメカニズムは活用されることがないように望まれる中で合意に達した。この危機器は経済統合をさらに進めようという機運を高め、また欧州通貨基金や欧州連合の財務当局創設といった案が出されていった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。